決して派手にお金を使ってはいないのに、お金がいつの間にかなくなっているということはありませんか？節約してもまたすぐにお金が消えてしまう。そういうことに心当たりのある方は、もしかしたら老在宅に住んでいるのかもしれません。入ってきた財運が窓から漏れ出ていってしまうというお家のことを風水では老在宅と言います。老在宅の家に住んでいると、一生懸命働いても思ったように貯蓄が増えていかないそうです。それはちょっと困りますね。どんな家が老在宅なのかチェックして、もし当てはまったら改善しましょう。今回はお金が出ていくのをストップさせるだけでなく、さらに財運が上がる家にする方法もお伝えします。ではまず、老在宅とはどのような家なのでしょうか。間取りとその改善策をご案内します。玄関から一直線上の真正面に窓や裏口のドアがある、マンションで非常によく見られる間取りです。家の玄関から入ってくるいい気がそのまま窓へ通り抜けてしまうので、金運に恵まれにくいとのことです。改善法、ついたてを置く、玄関にのれんをかける、大きめの観葉植物を置く、玄関のドアを開けた時に正面の窓や裏口のドアが見えないように、良い気を取り逃がさないようにすれば OK です。大きな家具が窓やドアと向かい合って置いてある、タンスやクローゼットなど大きな家具が窓やドアと対面するように置くのは禁物です。風水では大きな家具は財を表します。これが窓やドアに向いていると、そこから財が逃げていってしまいます。改善法、家具を対面させないように移動する。移動が難しい場合は窓の両脇に観葉植物を飾る。観葉植物は気の流れを緩やかに変えてくれます。玄関を開けて正面に階段がある。良い気が階段の方へ抜けてしまうので、あまり良くないそうです。1階の気が不足しがちになって、家の中の気のバランスが崩れるため、金運に影響が出ます。改善法、階段を上がったところに鏡などの光るものを飾ったり、照明で十分な明るさを確保するといいでしょう。財運を向上させる方法、財位をきれいにする。部屋のドアに入って対角線上の隅、およそ30から40センチの小さな範囲、ここが財位です。入り口が右または中央にある場合は左側のコーナー、入り口が左にある場合は右側のコーナーが財位です。この範囲をきれいにして静かにしておく必要があります。ほこりやゴミはきれいに片付け、清潔で静謐な空間にします。財位の範囲に窓がある場合は老在宅と同様で財が漏れてしまいますので、この範囲にカーテンをつけて財の漏れを防ぐようにします。財位は片付けてきれいにしておくだけで効果がある方法ですが、この範囲にお金をイメージできるものを配置すると財運に良い効果が現れます。風水では財神という金運をアップさせるオブジェがありますが、財神は文字通り金を生む神様であることから、土でできた陶器製のオブジェであることが好ましいとされます。財位は常にきれいで静かな空間にし、余裕があれば米俵や宝船、招き猫、また中国の財神、インドのガネーシャ神の陶器の置物といった財を象徴するもので財位を装飾すればよいでしょう。いかがでしたか？お金がたまらない家からお金がたまる家に改善すれば、暮らしにも心にも余裕が出てきそうですね。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。
最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。